の妻ですって言った。じゃあギリギリセーフみたいな。いやだからあれだった。だからなんで高校時代山梨に暮らしてた子が NHK のカメラマンの人と結婚したんですか。不思議でしょうがない。あそうだってほらあのそんな山梨にずっといたんだもん。その子卒業しても その人はあのアナウンサーになったりとかってことはない。なかった。もちろんもうその場限りで、あのことで、でなんかスキー場で知り合って結婚したの。へえ。私もその後山梨放送をさ受けたの、大学出た時に、昔のよしみで1時ぐらい通してくれるかと思ったら1時で落ちましたよ。ひどくないですかこれって。あの反応のしようがない。いやいやいやいいんですけど。ただいやいや面白いです。いやその時のアナウンサーの人いたんですが、あのラジオドラマはねすごいお上手だったんで、やっぱり今までいろんなドラマの原作書いてるじゃないですか。はい、そういう時に役者さんオンエアになったものを見て、ああだこうだ思ったり、あのクレーム出したりとかする。いやクレームは出さないけど、いやうまいなとか、役前にぴったりだなって、今まで書いたものの中でこれはよくできてたなっていうドラマは何。よくできてたドラマ、姉子なんてよかった。あほうほうほう。で不機嫌な果実も中園さんやっとあれが出会いだけど、今をときめく石田ゆり子さんが不倫の役やってたんだけど、よかったよね。なんか今もっと色っぽかったなって、中園さんもそういうの引き出すのが上手なんだね。あと今渡辺謙さんが成明でやってるじゃないですか。はいはい、もう素敵だと思いません。セゴドン、セゴドン、小柳ルミ子さんも素敵です。いいでしょう。小柳ルミ子さん、なんか眉がなくて犬抱いてるところなんかいいよね。おゆら様、この後おゆら想像が始まるんですけどね。あのね、私ね小耳に挟んだのは、あるあの元アイドル女優さんが、すごいいい役になってたんだけど、スキャンダルで降板しちゃって、そしたら NHK の電話が鳴りっぱなしで、それはあの各プロダクションから誰を出してくださいっていうのだったっていうので、あの友達の何のがなったみたいなのよ。だからよくしてあげてください。何のちゃん可愛いですよね。何のちゃんちゃんと綺麗にして。何のちゃん着物好きなんだってね。あそうなんだ。そうなんだ。もうそれでね、一昨年ぐらいに彼女とあの西麻布でご飯を食べていたら、そこに浅丘ルリ子さんと、まあ加賀